こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットのランボルギーニミューラを作る、こちらの29号が届きましたんで、こちらの作業をやっていこうと思います。今回もね、引き続き、エンジン周りの作業になりますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。それでは29号ですけれども、29号はエキゾーストマニホールドを取り付ける位置ということで、入っている部品は、エキゾーストマニホールドのパーツ、エンジンから出てくる、排気の管ですね、排気の管、のパーツと、あとマフラーステー、マフラーマウントプレートっていうのが付いてます。ただ今回このマフラーマウントプレートは、取り付けないので、まあ別に開ける必要もないかな。中身はこんな感じになってます。これをね、車体フレームの後部に取り付けて、多分この裏側にねマフラーをマウントするっていう感じに、マフラーのサイレンサーをマウントするっていう感じになるんだと思うんですけど、マフラーを取り回してからじゃないと多分これが取り付けできないと、息マニを取り回してからじゃないとこれの取り付けができないんだと思うんですよね。なので今回はこれは取り付けずっていう形なんで、なくさないように置いておきます。はい、なので今日の作業はねすぐ終わっちゃうんですよ。このエンジンに、この液マニをブスッとぶっ刺して終わりっていう感じになります。でこれね、液マニこんな感じで黒のプラの成形色そのまんまなんですよ。でこれちょっとあれかなと思ったんですけど、実写の写真を見てみると、実写の液マニもね、まあ、こんな感じの半光沢の黒でこんな感じなんですよね、割とね。まあ塗った方がいいような気もせんでもないんですけど、まあ色味的にはこんな感じなんで、色味的にも光沢的にも大体こんな感じなんですよ。なんでまあまあまあ、これはこれでありなのかなとは思います。僕は後で塗っちゃいますけど、ガイアの黒サフを塗ってブラックサーフェーザーを塗って、半光沢の黒にしちゃいますけども、まあ塗装のね環境がない方でも、まあまあ割と悪くはないんじゃないかなというふうに思います。こんな感じね。はい、で、次やからもうこれで作業終わりなんで、ちょっと時間短すぎてあれなんで、ついでやからこれちょっと話しようか。これがね、マフラーマウントプレートで、でもこれがここにつくんですよね。これがここにこういう形でついて、でこの、取り回してる、ま、キマニの先っぽこの下側に、マフラーのサイレンサーがつくという感じで、来週が、エキゾーストマニホールドを取り付ける2ってことで、このフロント側からのマフラーを取り回してくるんですけど、ついてる入ってるパーツ的に入ってるパーツがね、こういうパーツ構成になるんで、おそらく、エンジンの下を通るとかじゃなくて、こう左右分かれてこのエンジンの脇をくぐって前に来るっていう感じだと思います、おそらく。なのでこれがついて、で脇から来たやつがここでサイレンサーに合流するっていう感じになるんだと思います。はい、なのでね、来週それを取り付けていくっていう感じですね。で一応説明書で、この今回入ってるこのネジを使って、このマフラーマウントプレートを取り付けるネジ山だけ切っとくようにって書いてあるんで、それだけちょっとやっていきましょうか最後ね。まあ、どうやってやるかっていうと、この付属で入ってるネジ、まあ予備がねあるんでね、
まあ、最後こいつのこのネジはダメになっちゃってもいいんですけど、これをねしっかりねじ込んであげて、ねじ込んで緩める、ねじ込んで緩めるみたいな感じで、ここにネジを切ってあげるっていうやり方ですね。この時できればね、ここに潤滑剤とか入れてあげると CRC とかでもいいですけど、クレ556とかでもいいですけどね、そういう潤滑剤とかを入れてあげるとより安全かなと思います。だってねじ込む時にこうグッてたまに硬くなったりする時あるんですよね。硬くなったりする時に、無理にねじ込んだりとかすると中でネジが折れちゃったりっていうことが起きるんで、それが起きちゃうとね処理が大変なんですよ。ドリルでネジを揉んで、ネジを切り直す、もしくはネジ穴をここの穴を埋めてとかっていうのが必要になってきたりするんで、それになるとねめっちゃ大変なんで、ね、慎重にやりましょう。多分マフラーのこのマウントプレートをつけた状態だとこのネジをね入れる作業が多分やりにくいんやと思うんですよね。だから先にやっとけって書いてあるんだと思います。それかまああまりにも作業が少なすぎてクレームが来そうだからそういう風に書いたのかどうかは分かんないですけどね。ならこうやってネジ込んで緩めてっていう風にしてやっておきます。で、まあ、ちょっとね来週のね駅マニが来てどうかっていう話なんですけど、まあ、こういうね横置きの V 型エンジンの場合はね結構問題になるのがそのマフラーというか駅マニの長さの問題なんですよね。理想を言うと全ての気筒の排気管の長さが同じになるっていうのが、高回転回すエンジンにとっては結構重要になるんですけど、こう横置きのね V 型エンジンの場合、まあ、横にマフラー出すとかであればいいんですけど、どうしてもマフラー出すので後ろになることが多いじゃないですか。後ろになる時に、この前側と後ろ側でどうしてもねマフラーの排気管の長さが変わってしまうんですよね。そういうのが起きると、まあ、排気管症っつって、その排気の順番によってこの中を排気のガスが通るんですけどね、排気のガスが通るんですけど、その排気ガスが合流するタイミングが合わなくてこう排気の干渉が起きて抜けが悪くなるっていうこととかが起きるのがこういう横置きの V 型エンジンの問題だったりするんですよ。でまあ盗聴にするとそれが起きにくくなるので、まあなるべく盗聴にっていう風にするのが多いんですけど、三浦はどうなんでしょう。来週のね、こっちの前側の駅前にが届いてみたらちょっと長さを測ってみたりとかしてもいいかなと思います。はい、こんな感じ。そしたら今回の作業はこれで終了になりますんで、また来週はこのフロントガンのエキゾーストやっていきますんで、よろしければ、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで、作業自体は、スッカスカでしたけれども、ちょっと無駄話というか、補足の話をしてみました。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。